こんにちは。チェビーを使用してみて、少しずつ分かってきたので、チェビーを初心者向けに簡単に説明します。こんにちは。こんにちは文章通りではなく、喋り方に合わせます。こんにちは。お、はにします。です。ます。です。ます。続いて母音の発声を省略する。無声化全角アポストロフィを入れることで。D E、S、U が消えてますね次は発声のタイミングを変えてみます無調整でも自然に聞こえますがこれを行うともっと自然になりますまずは聞いてみましょう「カエルの歌が」上の TMG ボタンから調整しますこの大きさだと見えづらいので 拡大してみましょう。右下にあるバーを移動させます。では実際にタイミングを調整します。自然に聞こえるのは、言葉の音と音の繋がりがスムーズなことです。ですので、音の終わりを次の言葉に近づければいいのです。1音についている最後の青い線をできるだけ、次の赤い線に近づけます。現バージョンだからかもしれませんが、これを近づけるだけでなく重ねたときは、 次の移動ができなくなるので少し離してあげてください。私は調整の際は全部これをやってから違和感のないようにサイド調整しています。それでは聞いてみます。カエルの歌が簡単なセリフと音程なので違いが分かりづらいかもしれませんが複雑になればなるほど生きてくる手法です。 これだけですが結構骨が折れる作業ですので頑張ってください。次は言葉の発生タイミングを遅らせて「ため」を作ります。赤い線を右側にずらしていきます。消しゴムで消してやり直してみますね。それでは聞いてみましょう。帰るの歌 次は性質を変化させてみます声を幼くしたり声の質を変えることができます上の ALP を選択して線を引いていきます波をつける必要もないので線ツールで引っ張った方がいいでしょうそれでは聞いてみましょう「えるの」 「かえるのうたが」続いて「声のかすれ」です。HUS を選択して変更してみましょう。デスボイスやホラー感が出てきます。それでは聞いてみましょう。「かえるのが」。 私は使う機会はないかな次は言葉を一音ずつ区切りたい場合です。言葉の後に、ちっちゃい、つ、を入れてあげてください。音と音とを続けないで分離してそうする演奏法、スタッカート、と言います。それでは聞いてみましょう。カエルの歌が、カベルの歌が、もう一度聞いてみましょう。カエルの歌が、カベルの歌が、次は。 スラーですスラー開始から終了までを滑らかに歌いますチェビオ、PRO では右クリックを押すと出てきますがチェビオ、AI の場合は右クリックでプロパティを開いてあげてください声の伸ばしがあった場合やロングトーンで効果が発揮されますタイはないのって思うかもしれませんがスラーだけでいいので簡単ですねそれでは比較して聞いてみましょうカエ 好みに合わせて調整してあげてくださいこういう調整で人によって個性が出てくるのでしょうねスラーの開始位置の変更も簡単です開始と終了の位置を変更するだけなので気に入るまで変更を繰り返してみましょう次は PIT の変更です私は一番苦手です手作業での変更はギザギザの線になって汚くなってしまうので必須なところだけ変更していますそれでは聞いてみましょう 帰るー帰るー帰るー無調整波形しゃくり上げですデフォルトでは出せない歌い手さんの特徴などに合わせるため使ったりしますこれはもう実際に触ってみて練習してみてくださいとしか言えません言葉の前に出したり後ろに下げてみたり上げたり下げたりバリエーションがありすぎて正解はないかもしれません 逆にここで個性が出るので、差をつけるチャンスではないでしょうか。続いて、ビブラート、です。声を振動させます。それでは聞いてみましょう。チェビオ、AI の場合はデフォルトで調整されている場合もあります。ビブラートは V や振れ幅、VIF 周期があります。 動画で上げている人やチェビを AI のデフォルトでどうやっているかを真似してみましょう帰帰帰る、る、る。次で最後です声のボリューム無調整の場合伸ばしの終わりさえが不自然になったりするので消えていくように終わらせるときに私は使っていますそれでは聞いてみましょう 変るー。以上です。ここからは皆さんの腕の見せ所です。良き AI ライフを。最後までご視聴ありがとうございました。